松が、ミネカントリークラブは、新潟県上越市中区岡川383番地に広がるゴルフ場である。ことぶき建設、エビ原亀九十は、1968年春、松が、ミネ遊園の炎上整備のため向かう途中、丘陵地で立ち止まった。そこは、戦前は、陸軍の演習場で、戦後は、新潟県高田市に払い下げられていた、共有地であった。 エビハラは、景観と地形ともに、ゴルフ場適地だと直感し、アダチ建設に相談した。エビハラとアダチ建設の鈴木昭一は、現地視察を行いゴルフ場建設を決定した。1968年11月15日、新たなゴルフ場の建設に向けて、母体会社、ことぶき観光開発株式会社を設立、代表取締役に、エビハラが就任した。 ゴルフ場用地が確保され、コース設計は足立建設の鈴木が、指向は足立建設と、その下で琴吹建設に決まった。鈴木は井上誠一と佐藤義一の下で設計経験があり、その手腕には定評があった。順調に進んだが、会員募集で足踏みした上越地方は、ゴルフ人口が少ないからである。それを助けたのが、 地元高田市の皆川聖火の皆川進む、野尻湖のリゾート系会社の池田博高だった。1969年8月10日、9ホールのゴルフ場が完成、開場された。1972年8月1日、18ホールのゴルフ場が完成、開場された。1991年、コース設計を海老原によって、カンナコース9ホールの増設に着手。 1993年、カンナコース9ホールの増設が完成、合計27ホール規模のゴルフ場が完成した。エビハラは、亀九児の息子で、立教大学を卒業後、サンディエゴゴルフアカデミーのコース設計管理学を専攻、帰国後、足立建設に入社し、鈴木の下で設計に携わった。コースからは、雄大な妙高山が、完全に望める高原のコースで、 給料コースだが広く、フラットで微妙なアンジュレーションのある、フェアウェイが広がっている。郵便番号949-2318新潟県上越市中号区岡川383番地鉄道道路。ありがとうございます。